アルタクセルクセス三世を越すは、アケメネスアサペルシアの第十代目の王であり、タイソキュロス二世による建国からほぼ200年後の王である。ペルセポリスにあるアルタクセルクセス三世の墓所。王子の頃から軍事指揮官として才能を発揮し、紀元前368年から358年にかけてシリアで起きた反乱を鎮圧するのに対抗があった。 紀元前359年に父アルタクセルクセス2世の後を継いで大いに上ったが、即位と同時に大いを脅かす恐れのあった兄弟たちを皆殺しにした。アルタクセルクセス3世は暴君であったと伝えられるが、軍事的には成功を収めている。即位直後にカスピ海沿岸に住むカドゥジオイビトを討伐し、さらに王国西部で反乱を続けるサトラップたちとの戦いを繰り広げた。 紀元前351年の反乱は、すでに独立状態にあったエジプトからシリア、フェニキア、キプロスにまで広がったが、紀元前348年にシリアまでを、紀元前342年にはエジプトを再び、ペルシアの支配下に組み込むことに成功した。このことは、ギリシア人のペルシアに対する行動を慎重にさせた。マケドニアをピリッポス2世の父も、この当時は、 アケメネス朝との協調を模索している。しかし、紀元前338年末頃、アルタクセルクセスは息子たちと共に、寒岸で大臣のバゴアスにより毒殺され、ペルセポリスの墓所に葬られた。バゴアスに擁立された息子のアルセスが定位を継いだが、アルセスもまた、バゴアスに毒殺された。アルタクセルクセスは、古代ペルシア語による、ペルシア王名のギリシア語系で、 三人のアケメネスはさ、ペルシア王の名として知られる。古代ペルシア語の原型はアルタクシャさで、天則に属する国の持ち主を意味する。ギリシア語表記から、アケメネスはさ、ペルシア王名のクセルクセスに、窃盗時をつけた派生形の人名と誤解されやすい。以下の子女が知られる。ありがとうございます。